お前か。勉強で壁にでもぶつかったか。言ってみるとよい。もちろん人生の悩みを抱えておっ、安心せい。わしは人に嫌われるような小うるさい年寄り学者ではないし、おも、わしが時々あれこれ言うのは教令院の馬鹿げたルールや礼儀を知らぬ学。お前は良い子じゃし、ここの環境も悪くない。不満を抱くわけないし、おむ、紙とペンを少し、わしが来た時ここの構造がこんなにも特別な、ここにあるものを全て壺の中に収めるとは。もしまた床一面に文字を書いてしまったら申し訳ないんじゃ。うむ、どうやらわしはここで、こたとえもう100年過ごすことになろう。
らしい料理を考え、うん、だいぶ住みごく、でも食材は足りないかな。きっと満足のいく料理を、食材同士の組み合わせを変えれば、だから私の考えた料理も。それでね、試食後にあなたの感想を聞かせてくれたら、いや